まあ、4時にリハが終わって、その後衣装のフィッティングして終わりの予定だったんだけど、だからまあ5時終了ぐらいの予定だったんだけど、今日リハが3時過ぎに終わって、もう4時前に全部のお仕事が終わって、もう最高よ。でさ、いろいろ買い物とかして帰宅したんですけど、帰宅したら寝てた。帰宅したら寝てた。びっくりしたよね。なんか床に横になるとかじゃなくて、もうなんか畳んである布団の上にもうこうやって寝てて、9時ぐらいに、何時に寝たんだろうあれ、でも多分8時とかに寝落ちして9時とかに起きて、あららら、お風呂入らないとみたいな感じだった気がする。こんばんは。そう、それでさ、お風呂もさ、入ってる間眠くてさ、ぼーって湧いてたら11時になってて、やばいさ、11時半からショールームしなきゃいけないのにやばいと思って、急いで洗ってドライヤーパパパパってして、今相当お疲れだったんだ。え、結構ね、本当にね、なんか死んじゃうかと思うぐらいね、しんどいタイミング何回かありました。20何日だ、ちょっと予備感覚がもうないんですけど、今日何日、28か、今日何曜日だろう、火曜日か、だから28、27、26、25、24が多分公演だったんですよ。で、次の日石川で始発だったんで、そのまず公演終わりに家に帰ってくると11時前なんですけど、そっから次の日4時に起きて石川行って、で石川の帰りが、家に着いたのが12時半で、で次の日8時に起きて、で夜11時までリハして、そうで11時までリハして、次の日9時からリハで、でその日も公演で、で公演終わり11時前に帰ってくるでしょ。それで今日はでも振り起こしなきゃいけなかったから早起きして8時に起きたかな。もう本当にこの数日でさ、3月めっちゃ暇だったの。なんか休み多すぎて、なんか逆に廃人になりそうなぐらい休み多くて、やばかったんですけど、後半にゴゴゴゴゴってゴゴゴゴゴってなってましたね。でもこれを乗り切ったので、一旦安定です。また4月に入ったらね、リハがいっぱいあるんですけど、一旦ね、明日、あ、そう、聞いて、明日休みなのだからゆっくりします。でもみんな髪長いの、もう今日で見納めだからよろしくね。明日美容院行っちゃうから、当分見納め。サリン、スタバのスヌーピーコラボのやつ飲む。あのスタバのスヌーピーみんな見ました？めっちゃ可愛くない？やばい。普通にスヌーピーのスタバのグッズも欲しいし、でも高いねんな、スタバのグッズって。もう最近お金使いすぎてるから、節約しなきゃということでちょっと我慢しようと思ってるんですけど、フラペチーノは絶対に飲もうと思います。エクステは結構もう限界まで持たせてるね。え、結構やばいよ、もう10本ぐらい全然取れてる。しかもさ、取れる時ってさ、こうシールでさ、自分の髪の毛にこうピタッて貼ってあるんですよ。
で取れる時ってそのシールの粘着が取れて取れるじゃなくて地毛そのエクステを支えてる地毛が全て抜けてこうやって落ちるからその髪の毛が強制的に抜けてるわけ。絶対に頭皮へのダメージえぐいよねって思ってる。でも一旦もうエクステドライ、ちょ最近暖かくなってきてドライヤーが結構しんどいので暑くて一旦取ってちょっと快適な生活をして、まあ地毛もね結構伸びてるんですよ。このぐらいなんで鎖骨ぐらいまでですね。ここ私の鎖骨なんですけど、ここ鎖骨くらいまで伸びてるので一回地毛になって地毛の長さでちょっと生活してみて、またそのどうしよう今後どうしていくか決めたいと思います。なんかもしかしたらナナさんみたいにこういうところにカラーのエクステつけようかなみたいな。可愛くないですかあれ。一回やってみたいんですよね。なんかもう地毛を染めるのはちょっとケアが大変なのであんまりもうしたくないんですけど、去年いっぱいカラーしててちょっと本当にちょっと大変だったので、そう痛むし、ちょっと地毛はもう多分あんま染めないんですけど、エクステだったら髪の毛痛めないでカラーか、ちっちゃなカラー楽しめるからちょっと一回やってみようかなみたいな感じで考えてます。カラーが好きな人も好きじゃない人も受け入れてくれよな。髪が抜けるということには神経質な。で私めっちゃ毛量多いからエクステで多少髪の毛抜けても全然大した変化はないんですけど、ただ、まあ、頭皮へのダメージはやっぱり強いので、やっぱ頭皮がねこうちょっとなんていうの痛かったりはねちょこちょこしてました。30の星ずく外れちゃった。嘘来てお時間だ。でも本でまで見てね。こんばんは。こんばんは。今回エクステすごい良かったです。前回前々回はなんかちょっと髪の質とか付け方とかちょっとあれだった。あんまりこういまいち自分の中ではこう。フィットしてないなと思ってたんですけど、今回めっちゃナチュラルじゃなかった。なんか毛量がさ、まあお風呂上がりはちょっと広がっちゃうんであれですけど、なんか普通に毛量爆発してる時とかあんまなくなかったくない？前夏に去年の夏にしてた時はさ結構毛量爆発してたよね。そう結構やばかったんですけど、今回めっちゃナチュラルじゃない？やっといいエクステ屋さん見つけた。でも最近お代理とエクステトークをよくすることが多いんですけど、エクステトークをお代理とよくするんですけど、そう 何本つけた？いくらだった？とかさ、もうつけてすぐ何本取っちゃったんだよねとか、どこのエクステ屋さんがいい？みたいな。エクステ屋さんって呼び方もやばいけどね。全部さなんとか屋さんって言っちゃう。ネイル屋さんとかネイルサロンって言うんです。普通のおしゃれな女子は、そしたらおしゃれな女子はこういうネイルをしてくる場所ネイルサロンって言うんですよ。でもさえはいつもネイル屋さんって言っちゃう。ダセーダセー。そう前髪ね切りに行きたい。てかエクステ取ったらちょっとごめん配信止めちゃった。ちょっと配信日を置いてというか明日はちょっともう病院はしごすんの嫌なんで日を置いてですけど、ちょっと髪の毛整えに行きたいなと思ってる。毛先をちょっと綺麗にしてもらって前髪も綺麗にしてもらって、この前自分で前髪切ったんだけど結構まっすぐ切れたから満足してる。
でも自分で切るときは切りすぎないようにマジ最小限しか、本当に鬱陶しい長さしか切らないの。だから本当に2ミリぐらいしかいつも自分で切るときは切らないのね。だからちゃんと綺麗にしたいから一回また美容院行きたいっすね。いい美容院ないかな、ちょっとメンバーに行ってる美容院聞こう。なんかカットしてもらう美容院なんかいいとこ見つけたい。ポエリエリオの方いくつ取ってた？あ、今日短かったかも。昨日はつけてたのは見たんですよ。昨日エクステトークしてもう取りたいんだよねみたいな言ってたんだよね。確かに。え、今日短かったかも。今日一緒にレッスンしてたんですけど、今日一緒にレッスンしてたっていうか今日8のメンバーみんな いたんですけど今日多分スケジュールで来れないメンバー以外は全員いたんで、俺とも一緒にいたんですけど短かった気がするね。早っ撮るの。でもなんか全然良くない、今回の育成全然良くないから早く撮りたいって言ってた言ってた言ってた。でもこのエクステつけたとつけてからさ、まあ、ファンの方は結構半々なんですよ。ボブが好きな方とあのこのロングが好きな方結構半々で、それは結構そのありがたいんですよ。エクステつけてもエクステ取っても支持してくれる人がいるというあの安心感やばいのよ。なんか嬉しいんだけど、あのエクステつけてからね、千葉エリーちゃんがめっちゃ褒めてくれるの。いや、さゆり長い方が可愛いみたいな、会うたび言ってくれるの。この前のナナさんの生誕祭の時もそうなんだけど、エリーちゃんがナナさんがナナさんに今日髪型何がいいですかねって言ったら、ツインテールどうって言って、そうで、あ、めっちゃいいですって言ってやったら、ミーヨンさんもツインテール可愛いって言ってくれたし、エリーちゃんもいや本当に長いの可愛いみたいな、あんな可愛い子に可愛いってやったらそれ嬉しいやんね。え、なんかあれなんだよね、私今日ハマちゃんとね、あの何一緒にいたんだけど、ハマちゃん見ながら、うわなんか可愛いのいいなと思って、自分の顔可愛くなさすぎるなってなんかすごい落ち込んだんだよね、鏡見て。そう、もうやだ。あ、メンバー人気はもう100エクステありっていうかロングです。メンバーはマジ 120% 長い方が似合うよって言ってくれる。でもファンの人は結構ボブいいねって言ってくれるから、結構本当に最近よくボブいいねって、ショートだった時はあんま言われなかった、あのそのショートがいいよみたいな言ってくれるんだけど、優しいし、みんなショートもいいよって言ってくれるけど、でもその一番好きなのはやっぱボブかロングでこう二極化してるね。そう、ボブ人気が意外と高くて私びっくりした。自分は絶対ロングの方が可愛いと思ってたんだけど、結構ボブ人気高くて、あ、ファンの人ってボブも好きなんだと思ってね、あの新しい発見でした。なんでまあボブ人気もまあまあ高いということで、あのボブに明日からなりますがよろしくお願いします。自虐新橋歌ってる時のさゆりちゃんかよかった、 ありがとうございます。なんだろうね、なんでさえこんな自分の顔好きじゃないんだろうね。可愛くなりたい。でメイクしてたらでもまだマシなんです。メイクはやっぱ自分がなりたい顔にこうメイクで近づけてるから、メイクしてる時の顔はまあまあまあ見てられるんですよ自分でも。まあ、今すっぴんで配信してすっぴんちょっと無理なんですよねっていうのもなんか矛盾してますけど、
さやは自分のすっぴんが本当にね、なんか薄いから好きじゃないんですよ。なんか幸薄そうな顔してるなって思うんです。そう、幸薄そう、やっぱ目なのかな、幸薄そうに見えるのは。目が素朴だからさ、自分の好きなない顔なのかな。さやがなりたいお顔は、誰だろうな、めっちゃなりたいのは、マリアちゃんとかかな。マリアちゃんとか、あ、でもおだえりもなりたい。ああいう感じのなんかお目目が結構はっきりしてる顔になりたいんですよ。でもきっとないものねだりなんだろうな。さやがパッチリしたお目目で生きていたら、なんかもっとこうスッとした切れ長の目になりたいとか言ってたのかもしれないね。ないものねだり説ある。丸顔系、だからさやはその高望みはしてないわけ。もう丸顔は諦めてんの。本当はそのエリーちゃんとかみたいなシュッとした顎がいいけど、でもそれは無理だ、今のそのポテンシャルとしては。そのやっぱさ、こう素朴な目をメイクである程度パッチリすることはできても、あるものを削ることはなかなかメイクってできないんですよ。だから、そうそう、高望みはしてない。でもおだいりとかマリアちゃんは丸顔なのにあんなに可愛いから、何が違う、何どうやったらさばあの顔に YK 顔になれるんだろう。そう、今まで会った子の中で一番可愛いよ。それは持ってるけど、でもそのコメントはめちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。でも好みですけどね、結局ね。そう、でもなりたいな。マリアちゃんめっちゃ可愛くない？なんかさ、大人っぽい可愛いじゃない？なんだろう、わかる？このニュアンス。なんかめちゃくちゃやっぱ可愛いはちょっと子供っぽくて、綺麗は大人っぽいっていう感じがなんとなくあるけど、マリアちゃんって大人っぽい可愛さじゃないな。よいな、それマリアちゃんの顔大好きなんだよな。あと今日お代理に本人に言ったんですけど、最近めっちゃお代理好きで、なんかそのお代理のお顔もめっちゃ好きやし、パフォーマンスも好きなの。やっぱ手足が、身長高くて手足が長いからパフォーマンスがめっちゃ綺麗なんですよ。そうだからパフォーマンスも好きだし、もちろん歌も上手いから大好きだし、で、あのキャラクター、私の持ってないあのおもろキャラも大好きだから、最近めっちゃお代理好きで、ちょっとキモくてすいませんって今日言っといた。ちょっと今日、あ、ちょっと最近めっちゃおだいりのこと好きすぎてちょっとキモいんですけどすいませんみたいな言っといたね。そう、おだいりは結構美人だと思う。おだいりはなんだろう、あ、もちろん大人っぽいんだけど、なんて言うんだろうな、幼さのある美人じゃない、なんて言うんだろう、なんかさ、もうここがさ、こう普通だとして、こっちが可愛いでこっちが綺麗だとしたら、ここからここが一番その幼いで、この綺麗の一番上が超大人っぽいだとしたら、マリアちゃんは多分なんだろう、ここなの、大人っぽい可愛いなので、多分お便りはもうちょっと幼いさもある綺麗だと思うんだよね。そう、だからめっちゃあの二人のお顔とキャラクター憧れ。
めっちゃ憧れ。お芝居うまいし。うわー、なりたーい。全部合わせてなりたい。その顔もスタイルもパフォーマンスもお芝居も全部なりたい。欲張り。欲張りだな。まあそんな感じで大好きです。でもマリアちゃんがさ、今度の9周年の公演はさ、いないからさ、出られないからさ、リハにいなくて寂しい。会いたいです。最近お忙しそうで公演も全然一緒に出れてないし、リハでも会えないので、全然会えない。全然会えない。サリーの足長いのに憧れてるメンバーいるんじゃない？いるかな。でも最近さ、足太っちゃったんだよね。やばい。最近なんか細くなくなっちゃった。やばい。サリーの唯一の武器、自分で今失ってる気がする。なんでだろう、体重増えてないのに足なんかね、筋肉がついちゃった。太ももがね、なんかちょっとムキムキになったせいでちょっと太くなっちゃって、やばい。細細になりたいのに。なんか今まではふくらはぎがムキムキだったのさ。ふくらはぎはまあ筋肉ついてるんだけど、太ももはなんかあんまついてなかったの。なんだけど最近なんか太ももムキムキになっちゃった。これえ、わかん、なんでなんだろう。いや、衣装きついことはないですね。基本あのスカートはさ、太ももとかあんま関係ないから。あの衣装がきついのはね、あのやっぱお腹周りとかの方が可能性は多い。そうそうそう。なんか私あばらがなんか広がってるんですよ、人より。そう、あばらが広がってるから、そのトップスとかがたまにきつい時ありますね。胸ないのにあばら広がってるから、すごいアンバランスなんですよ。勘弁してくれと思ってる。わかんない。でも公園にいっぱい出てるのから太くなったのか、マジでわからん。なんで筋肉ついたのかわかんない。プロテイン飲んでるからかな。あ、そういうこと。プロテイン飲んでるから筋肉つきやすくなっちゃってついてんのかな今。でも絶対タンパク質はさ、その骨とか筋肉とか髪の毛とかさ、爪とか全てに大事やから、プロテインは飲みたいんだよな。衣装とか着ると腰の位置高くて素敵。嬉しい、ありがとうございます。でもなんでこういう感じになったの、こういう骨格なのかわかんない。別に両親どっちも身長低いんですよ私。そう、てか高橋家マジ全員背ちっちゃい。そう、おじいちゃんおばあちゃんも含め。なのに160まで伸びたのはマジ奇跡。奇跡です。しかもなんでなんか腰の位置が高くなったのかもちょっとよくわかんないんだよね。そう、あばらがね、そう骨格的になんかこう広がっ、人よりね広がってるんですよ。そう。だからこう横から見た時に厚みがあるの。あばらが広がってるから。こうなってるってことね。そうそうそう。やばい。ということでそろそろお時間です。ということで終わりにしたいと思います。ランキング読みます。
13位オロロさんありがとうございます。12位とてやま研究さんありがとうございます。11位バイコゾウさんありがとうございます。10位ひでまるさんありがとうございます。9位サルトさんありがとうございます。8位ひらりんさんありがとうございます。7位ナオトさんありがとうございます。6位ピアノマンさんありがとうございます。5位ともつさんありがとうございます。4位やすさんありがとうございます。3位スノーさんありがとうございます。2位とめさんありがとうございます。1位はつなちゃんありがとうございます。ありがとうございました。とっても楽しかったです。すいません、遅くに始めたんで配信時間短くてすいません。明日も頑張っていきましょう。明日美容院行って髪の毛さっぱりしてきます。よろしくお願いします。ということでまた明日、バイバーイ。